クレイジースコットみたいな、クレイジースコットっていうのをもう作品通じて、何度も何度も言います。で、片やマーティはヘビー、ヘビー、ヘビー、ヘビーっていうのを何度も何度も言うんですね。で、お互いにその言葉を交換することは絶対なかったんですけども、パート3で、唯一ワンシーンだけマーティがクレイトスコットって言って、ドクがヘビーっていうシーンがあるので、これはですね、来週、再来週ですね、金曜ロードショーで、もし見られる方は、なんか字幕でね、見てるときに、ちょっと意識すると、映画が、2倍、3倍楽しめるかもしれません。ゆっち先生の英語の時間。Hi there, it's Yuki! こんにちは、ゆっきーです。さあ、今日は、はい、イラスト、これ、描いてみましたが、さあ、これ何のね、イラストか。うまく伝わってたらいいなと思います。毎回ね、何かしらのこうイラストをこのボードに載せるようにしているんですけども、今回は特に難しかったですね。マーティのイラストがめっちゃ難しかったです。特にこの表情、このこういう表情、このマーティの。これがね、難しかったです。でね、マーティはね、なんかすごい難しかったんですけど、ドクの方はね、割と描けたので、もしなんかこういうイラストちょっと描いてみたいっていうね、方はですね、バックトゥザフューチャーだったら、ドクのイラスト結構おすすめです。割と描きやすい、かなと思います。いつもね、イラスト描くときは、なんか映画だったらその映画のワンシーンとか、あとは俳優さんとかキャラクターのね、イラストも今まで描いたことあるんですけども、その時は、そう、人物のね、その写真だとかキャラクターの写真を見ながら描いております。あと、他はですね、最近だと ISS にね、スペース X 社のクルードラゴン、打ち上げ成功したニュースの時は、そう実際の、ね、こうドッキングの写真をね、こう見ながらずっとね、一人でボードを描いたりとかしてですね、いつも映画と関係ないところに結構ね、時間を使って、作っている、このお届けしているこの YouTube なんですけども、はい、今日は、はい、バックトゥーザフューチャー書きましたと、今ちょうど金曜ロードショーでやってますね。で、昨日パート1で、来週パート2で、その次ね、パート3っていう、1、2、3、3週連続金曜ロードショーバックトゥーザフューチャー祭りっていうのをやっているので、まあ、今回ね、改めて、見ている方とかは、この、ね、今日の動画見ていただくと、バックトゥーザフューチャー、今後ね、見ていくときに、2倍、3倍楽しめるようになるんじゃないかなと思います。ので、ぜひ、今日も最後までお楽しみください。で、今日の動画も私のオンラインサロン、英語化準備室、パワードバイユッキーというね、オンラインサロンをやっているんですけども、そこの、お休み前の単語サプリっていうね、だいたい毎日夜9時から10時ぐらいに、出題しているコーナーがあって、で、昨日、金曜ロードショーでね、ちょうどバックトゥーザフューチャーこう始まったぐらいの時間にね、あ、今日の単語クイズこれ出題しようと思って、あ、どうしようこれでバックトゥーザフューチャーを見たいなと思ってですね、あ、もうバックトゥーザフューチャーでクイズ作っちゃおうと思って、こんな感じでね、クイズ出題してたんですけど、そしたら、それをね、解いてくれたサロンメンバーさんから、ヘビーに関する書き込みをね、いただいたんですね。マーティのヘビーっていう発言に対して、ドクがこうやって返すシーンっていう、まあ、このバックトゥーザフューチャーファンだったらね、もうお決まりのシーンっていうのがあるんですけども、ここのセリフがちょっと気になって、このヘビーっていう単語がドクに通じなかった理由っていうのは、そう、昔ヘビーはね、重たいという意味でしか使っていなかったということでしょうかっていうね、まあ、そんなこうご質問というかコメントをいただいたので、ちょっと改めてこれ深掘ってね、調べてみようと思って、調べた結果を今日この動画の中でお届けしていきたいと思います。これはね、本当に知るとね、ほーっていう、本当に面白かったので、ぜひぜひね、ちょっとシェアしたいなと思います。では、入っていきたいと思いますが、まず、そう、マーティがね、こんなことを言うんですね。This is heavy.、ね、This is heavy. で、これは、This is heavy として、Back to the Future、ファンの間ではですね、This is heavy. もう、マーティの This is heavy みたいな、まあ、スターウォーズで言うところの、I have a bad feeling about this みたいなね、感じのこう、もう、決め台詞的な、立ち位置、というか、こう、役割みたいな感じで、こう、This is heavy. あ、マーティの This is heavy ね、みたいな感じでこう、通ってたりとか、するみたいですが、これね、This is heavy で出てくる時もあるし、あとは、This is heavy duty, doc っていう、こう、duty っていうね、義務っていう単語が加わってる時とか、あとは、そうですね、
This sounds pretty heavy とかですね。ちょっと微妙にこのヘビー以外のところ、変化してたりとかはするんですけども、これシリーズ通してパート1、2、3全部で出てくる、単語になっています。このヘビーね。で、このヘビーに対して、ドクがなぜそんなリアクションを返しているのかっていうね、ところのこの、なんかなんだろう、謎解きというかですね、理由があるので、その辺ちょっと今日は追っていきたいと思いますが、まあ、シンプルにね、まずこう意味からいくと、This is heavy. This is heavy. これはね、マーティーとしては、それは重いなっていう、それはヘビーだな、みたいな。まあ、これもう今も日本語というかカタカナ語でも使われているヘビーの用法だと思います。ヘビーな話題だねとかね、ヘビーなニュースだねとかね、うわそいつはヘビーだぜっていうと、なんかこう重たいなみたいなこと言ってるってなんかわかるじゃないですか。その別に重力のね話とかじゃなくて、重力こっちか、重力の話とかじゃなくて、そのヘビーなんか重たい話題みたいなね、感じ、これなんかわかりますよね。今の感じだったらわかる。けど、これが毒に伝わらないんですね。で、なぜ伝わらないのかというところ、ちょっと入る前に、一旦これね、こっち、なんて言ってるのかっていう確認からいきたいんですが、weight has nothing to do with it. Weight has nothing to do with it. ね、マーティーが、This is heavy duty dog. This is heavy duty dog. まあ、これは、そのデロリアンをこうね、直さないと帰れないとかだったり、あとはこれは、二度目はないぞ。なんか一回目、なんだったかな、一回しかチャンスはないぞ、みたいなね、ことを言ったりとかね、その毒がした時とか、あとは、ロレイン、マーティのお母さんですね。ロレインが、ジョージ、マーティのパパ、お父さんじゃなくて、自分、ロレインがね、自分にそのちょっと恋、しちゃいそうになっちゃってるぞっていう風なのがね、分かっちゃった時とかに、あもうヘビー、これヘビーだわ、みたいなね、感じで、もうマーティン本当にこの frequently、頻繁にヘビー、ヘビー、ヘビー、ヘビーってもうシリーズ通して言っているんですけども、それに対して、パッてね、マーティンがごめん、こいつはヘビーだぜ、みたいな言ったら、ドクが、なんか重量は関係ないだろっていう、Weight has nothing to do with it. これ、nothing to do っていうのは、はい、nothing to do with で、関係ないという意味になります。ね、weight has nothing to do with it. 重量は、これそれに、何も関係ないだろうっていうね。なのでなんかこう、ドクはもう本当に、literally、もう文字通り、もう文字通り、このヘビーといえば重さ、そのね、この測りに乗せた時の重さ、重量の話、重力の話だと思っているんですね。ただ、マーティはもう、これヘビーがそのスラングとして、重い話題とか、重い、なんでしょうね、解決すべき事項とか、で、使ってるっていうこの感覚でいるので、ここの二人がなんか噛み合ってないっていうところが、まあ、面白いところなんですね。で、他行くとこんなことも言ってます。Wow, this is heavy! っていうふうにマーティが言った後に、There's that word again heavy!、ね、There's that word again heavy! またお前 heavy って言ったなみたいな。There's that word again heavy!、ね、There's that word again heavy! ここね、There's a とか a とか the でもなく、that っていうのが面白いところですね。また言葉かよみたいな感じ。で、there's that word again heavy. ね。Why are things so heavy in the future? Is there a problem with the Earth's gravitation pull? Is there a problem with the... ここ難しいね。Is there a problem with the Earth's gravity... Earth's 図が難しいのかな。Is there a problem with the Earth's gravitation pull? こういう難しい発音は難しいって思った瞬間からどん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 スピード落として確認しましょうね。もう一回いきたいと思います。There's that word again, heavy. Why are things so heavy in the future? Is there a problem with the Earth's gravitation pull? はい、っていうことを言っています。これね、実際のシーン、今日のね、動画の説明欄のところに載せておきますが、これ実際このドクが発音するとき、超早いんで、ぜひね、聞き取りの練習にもなるかと思うんで、ぜひ再生してみてください。
There's that word again, Hattie. Why are things so heavy in the future? Is there a problem with the Earth's gravitation pull? みたいな、なんかそんな感じです。もっと早かったな、かな、と思います。が、これなんて言ってたかっていうと、またそのワードかよ、heavy っていうね、ワードかよっていう。Why are things so heavy in the future? なぜ未来では物事がそんなにヘビーなんだっていうね、物事は全て未来ではそんな何でもかんでも重たいのかよみたいなことを言っていて、 Is there a problem with the Earth's gravitation pull? これね、ストレートというか真面目にね、受け取ってますね、このヘビーっていう意味を。何か Is there a problem?、ね、問題でもあるの?With the Earth's gravitation pull. 地球のグラビテーション。これね、グラビテーション。ゼログラビティっていう映画とかもありましたけど、あのね、重力のことですね。地球のこの重力のこの、pull、ね、これ引力ですね。地球のこの引力とかに、これなんか問題でもなんか、未来ではなんかそういう問題でも発生してるのかよみたいな感じで言ってるんだけど、そんなことはなくて、これは単に毒がこのヘビーという単語のスラング的な使い方を知らなかっただけということなんです。で、これなぜ知らなかったかっていうところが、フューチャーペディアというですね、これもね、説明欄のところに今日貼ってありますけど、フューチャーペディアっていうね、サイトに載ってたんですね。面白いですね。あの、スターウォーズだったらね、ウーキーペディアっていうのがあるんですけど、なんかウィキペディアみたいな感じで、ウーキーペディア。あのね、ウーキー族のこのウーキーペディアみたいなスターウォーズだったらあるんですけど、それのバックトゥーザフューチャーだったら、フューチャーペディアっていうのがね、あるんだ、みたいなね、感じです。はい。で、ここに理由がね、書いてあるんですね。はい、ちょっとね、引用させていただきながら、ここ何が入るか埋めていきたいと思います。ここに入るのは、これね、ちょっとね、年代が入るんですけども、このヘビーっていうのが、A slang of the なんとかなんとかず。はい、このヘビーはスラングなんですね。何年代の、ここ。何年が入るかというところがこれポイントになってます。ちなみに、マーティーが、現在、いるところ、普通の、もう、何もタイムスリップとか、デロリアン乗らないマーティーですね。デロリアン乗ってない状態だと、何年に現在いるかっていうと、これは1985年にいるんですね。1985年の世界から過去に行くっていうのがパート1。で、未来に行くっていうのがパート2ですね。この未来はね、結構最近、バックトゥーザフューチャーデーとかありましたけど、2015年ですね。2015年にね、こうバックトゥーザフューチャーの世界をこう答え合わせしようみたいなイベントとかもね、結構盛り上がって、実は私もね、ドクとね、ジェニファーにね、会いに行ったりとか、してみたり、したことがあるんですけども、はい、これその時のね、写真なんですが、そういうね、ちょっとね、なんちゃって、バックトゥーザフューチャーファンで、ございますけど、はい、そういうね、こう、2の、世界は2015年。で、1の普通の世界、普通のっていうか何も移動してない世界、これは1985年。で、はい、ここポイントです。マーティがデロリアンで訪れた時代、このね、1でこう過去にね、行きますよね。自分のお父さんとお母さんがこうね、恋愛するところっていうか、もうその自分が生まれる前の、両親がね、出会うっていうところにもね、行くっていうね、ところは、これ1955年なんですが、はい、では、ちょっとね、あんま引っ張らずに答え合わせしたいですけど、行きます。Since this was a slang of the 1960s, which passed into the 1980s, its meaning was not clear while in 1955, when Dr. Emmett Brown overheard it.He wondered at first what weight had to do with the problem. Later, he wanted to know if there was a problem with the Earth's gravitation pull in the future.、ねっていうふうに書いております。はい。ということで、ここは1960年なんですね。このヘビーっていう、ヘビーイコール重い、ヘビーね、そいつは重い話題だなとか、なんか重いニュースだなとかね。重いなんか課題だな、みたいな風にヘビーが使われるようになったっていうのは、1960年代になって初めてのことで、この毒ですね、マーティーと出会って、なんか最初ね、全然なんか違う、こう、家系図のなんか発明品とかしてましたけど、その毒、このマーティーがデロリアンで訪れた過去の時代の毒っていうのは、
1955年のを生きている、人物なので、当然これヘビーの用法を知らないんですね。なので、マーティが This is heavy って多分最初に言ったのはあの学校のね、シーンだったかなと思うんですけど、そこで This is heavy って言うと、なんだなんか Weight has nothing to do with it、重量は何も関係ないよっていうね、そういう風に返した。なるほどとね、納得できるんですね。で、この heavy っていうあのキーワードは、作品通して、もうシリーズ全体通してね、1、2、3で出てくるんですけども、唯一3の中で、マーティの口癖とドクの口癖がひっくり返るっていうのが1回だけ、出てくるっていうところも、これ、ファンとしてはですね、見どころというふうに言われています。で、ドクの、口癖っていうのも今日ちょっと最後にね、書いておきますが、ドクの口癖はどこに書こうかな。じゃあここに書きましょうか。はい、これです。ちょっと見えるかな。はい、これです。Great Scott っていう。Great Scott っていうね、これ、ドクが言うことなんですね。で、これは、Great Scott ね。Great Scott 意味とかで調べるとあのたくさん出てくるんですけど、やばいとかね、すごいとか、あのまずいみたいな感じの意味で、結構、古い、あの、オールドファッションな、使い方、オールドファッションな言葉っていう風に言われています。なので、まあ、古臭いっていうかね、これを言うと、意地悪に言うと古臭い。よく言うと、なんでしょうね、伝統的なみたいなね、感じにも歴史を感じさせるって言えるかもしれないですけど、ドクは、Great Scott っていうのを何回も何回も言うんですね。Great Scott みたいな、Great Scott っていうのをもう作品通じて、何度も何度も言います。で、かたやマーティは、heavy, heavy, heavy, heavy っていうのを何度も何度も言うんですね。で、お互いにその言葉を交換することは絶対なかったんですけども、パート3で、唯一ワンシーンだけ、マーティがグレートスコットって言って、ドクがヘビーっていうシーンがあるので、これはですね、来週、再来週ですね、金曜ロードショーで、もし見られる方は、なんか字幕でね、見てるときに、ちょっと意識すると映画が2倍、3倍楽しめるかもしれません。はい、ということで今日はバックトゥーザフューチャーから学ぶヘビーのね、言葉のちょっとこうスラングのね歴史みたいなお話をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。ぜひね、なんか面白かったとかお参考になったって思うとかあったら、動画の高評価ボタンよろしくお願いいたします。で、このチャンネルではいつも、まあ、あの基本的にホワイトボードが多いんですけども、まあ、たまにねノートだったりとか、いずれにしても何かねこう書きながらあのねいろんなテーマで、解説をしていく動画をお届けしております。で、だいたい、そうですね、開くときは1週間ぐらい空いてしまうこともあるんですけども、数日に1本とかですね、ハイペースな時は1日1本とかね、出しております。はい、ただ、ペース安定したいんだけどちょっとまだ安定させられてないので、よければチャンネル登録いただけるとあの通知とかね、行くようになるので、ぜひぜひ気に入っていただいた方はチャンネル登録いただけるととても嬉しいです。それではまた、次、いつだろう、近々、はい、お会いしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひぜひコメントもお待ちしております。 Thank you for watching. Bye bye.